平成29年9月2日3日の2日間、阿蘇市一帯で第7回大阿蘇元気ウォーク2017が開催されました。昨年は台風接近のため中止となり、2年ぶりの開催となった大阿蘇元気ウォーク。毎年県内外から多くの参加があり、今年は両日で延べおよそ1300人が参加しました。出発式では主催者を代表して阿蘇市健康づくりの里推進委員会会長の佐藤義興阿蘇市長が歌で歓迎し、健康が一番、元気が一番、ウォーキングで初秋の阿蘇を楽しんでくださいと挨拶。準備運動を行った後、20キロ、10キロ、5キロの順でスタートしました。2日土曜日はメイン会場の阿蘇神社駐車場から内の巻方面へ向かい、コースの途中では阿蘇の湧水で一休みしたり、チェックポイントでは阿蘇特産のトマトやきゅうりの漬物などが振る舞われ、地域の人たちとの触れ合いも楽しんでいました。また3日日曜日には日本スポーツ振興センタースポーツジャパンアンバサダーの女子スピードスケート長野オリンピックメダリストの岡崎智美さんが応援に駆けつけ、出発式では参加者にエールを送り、また5キロコースを一緒に歩きました。両日とも晴天に恵まれ、稲穂が黄金色に輝く阿蘇の風景の中、参加者たちは爽やかな汗を流していました。